ちょっと餌の形が悪いんだね。そうなんですか。うん、餌のね、落ちかけてるから、あんまり小さくてもダメだから、ええ、もう針が透けて見えちゃってるから。ああ。餌どこやったっけ。あ、来てね。お宅の餌だって大丈夫だったよ。ちょっとお宅の餌貸してみて。はい、はい。餌にはそんなに左右されないから。ああ、これはちょっと練り足らねえ。で、足らない。これちょっと確認してみて。は。あらら。これだけ滑らかにしないと。あ、こんなに。うんと練り込まないんです。はい。じゃあ練り込みます。その違いも撮る写真で。あ、これやっぱ邪魔だ。おー。いや、撮りました、撮りました。撮りました。はい。うん。あで、練り替えがこんなもん。ちょっと硬さ。はい。あ、こんなに柔らかいんですか。そう、もっと柔らかくてもいいくらいだけど、冬はね、夏はほら、デレッとしちゃうから、はい、午後になると、はい、このぐらいにして、でね、餌はこう、ちょっと、こういうふうに、団子にしないで、ちょいっとこう、引っ掛けるような感じで。おお。当たりが違うよ、全然。違いますね。お、すごい。これも発想は私が発想してる。あの、まっすぐであれがあるの、何か竿に利用できねえかってやったんですね。それが発想で。もう年寄りだから、この竿をここにくっつけたりするのが億劫だからね、みんな仕掛け入れちゃってるのよ。あ、ご自分で。これだけは違いますよ。これあの、ソリッドね。あ、グラスソリッド。そう、グラスソリッド。この、ここまでしかないから。今これがないのに、あの、ほもちっていうのがね、ええ。ここまではあるんだよ。おぉ。どこ行ってもね、これ。なるほど。